今回は親族に関する規定の論点についてお話ししたいと思いますまずは親族について親族は血族と姻族から構成されます血族とは血のつながりがある親族および養子のことで姻族とは婚姻によって生じる血族関係者のことですただ血のつながりがあるからといって 無制限に親族になるわけではなくて親族には一定の範囲があります具体的には六親党内の血族と配偶者および三親党内の姻族のことを言いますなお直系血族と継弟姉妹は互いに扶養する義務がありますまた特別な事情があるときは家庭裁判所が三親党内の親族間においても 不要の義務を負わせることができるんですが直系血族の定義や浸透の数え方についてはこの後を説明したいと思います次は婚姻について婚姻とはいわゆる結婚のことで現在の日本の法律では男性は18歳から女性は16歳になると可能になるとされていますただし 未成年者が婚姻しようとする場合には父母の両方とは言いませんがどちらか一方の同意を得る必要があります。そして婚姻関係は離婚または死別によって終了しますちなみに離婚をした場合は元の配偶者の結族との姻族関係は自然に終了しますが死別をした場合には 元の配偶者の血族との親族関係は継続しますですから配偶者のことは好きだけれども配偶者の家族は嫌いというケースで配偶者が死んだ時に向こう側の家族の面倒は見たくないしもう縁を切りたいといった場合には役所で簡単な手続きをしなくてはいけません続いては親族図を使って 親族に関する基本的な用語を説明したいいと思いますまずは、血族と姻族について血族は血のつながりがある人で姻族は血のつながりがない人ですちなみに、養子は血族に含みます次は、孫族と卑族について孫族とは自分よりも先の世代に属する血族のことで 貴族は自分よりも後の世代に属する血族のことですちなみに祖父母父母子孫のように一直線で続いている血族を直系血族と言っておいやめいおじおばなど共通の祖先から分かれた血族を傍系血族と言います次は神道の数え方について 神童というのは血のつながりの距離のようなイメージで親子間の距離を1神童と数えます。ですから本人から見た子供は1神童子供とその子つまり孫との距離も1神童ですから本人から見た孫は2神童ということになります。同じように考えて父母は1神童祖父母は2神童ということになります。 それから、兄弟は少し間違えやすいんですけれども、自分と親の距離が1神等で、親と兄弟の距離が1神等ですから、兄弟は2神等ということになって、つまり、おいやめいは三神等にあたります。同じような理屈で、父母と叔父や叔母の距離も2神等ですから、本人から見た叔父や叔母は三神等になって、 いとこは4神にあたりますこのように神等の数え方は基本的には縦にしか数えないわけですが唯一横に数えるのが婚姻関係がある場合で配偶者は0神と数えますこれは父親も母親もどちらも1神等で父親の配偶者である母親の神等の数が 父親の神童の数と等しいことからイメージできると思いますそういうわけでこの配偶者は子と同じ1神童孫の配偶者は孫と同じ2神童になりますそしてこのことから配偶者の父母は1神童配偶者の祖父母は2神童となって配偶者の兄弟は2神童配偶者のおいめいは3神童になります また、配偶者のおじやおばは三神等になって、配偶者のいとこは四神等になります。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。